委員の皆様におかれましては、今回のような悲惨な事故を二度と起こさないための実効性のある安全対策のあり方について、それぞれのご専門の立場から忌憚のないご意見を賜れればと思います。本日はどうかよろしくお願いをいたします。